桜エビと牛ホルモンが入ったもつ鍋。静岡市駿河区の岡田はこのもつ鍋が名物です。では早速いただきます。たっぷりの野菜にもつの油と桜エビの風味がマッチしてとても美味しいです。実はもつ鍋が今再び脚光を浴びています。先月大手グルメサイトグルナビが発表した今年のトレンド鍋は平成リバイバル鍋です。平成に流行ったもつ鍋やチゲ鍋のブームが再び到来すると予測されています。もつ鍋の復権は店には追い風ですが、それ以上の逆風が吹き荒れています。この野菜もかなり高騰してるんですか今？そうですね、やっぱり 2,3 割上がってる感じはしますね、仕入れをしていても。もつ鍋の生命線であるホルモンの価格も3割程度の値上がりしていて、苦しい状況は続いています。材料費の高騰は家庭で作る鍋にも大きな影響を与えています。大体ここら辺があの鍋商材コーナーなんですけど、大体まあ去年と比べて大体 30% ぐらい上がっちゃっていますね、はい。そうなんですね。この値上げってどれぐらいから値上がりしてきたんですか？もうここ半年ぐらいからじわじわと段階的に上がってきたって感じですね。鍋の具材が軒並み値上がりしていて、家族4人で食べる鍋の1人当たりの値段が去年の同じ時期と比べると最大で 30% 程度上がっている計算です。私たちの頭を悩ませる食材の高騰ですが、お得に鍋をする方法はあるのでしょうか？こちらのスーパーの人気の鍋の元のランキングです。手間暇かけて出汁を取らなくてもタレに旨味があって簡単で美味しい商品が数多く並ぶようになりました。価格が上がっている時期ですけども、お得に食べれる鍋みたいなのがありますか？はい、こちらエバラさんの、鍋しゃぶシリーズなんですけど、お肉と簡単なお野菜をドカンと入れるだけで、すぐにできちゃうっていう、例えばお肉とキャベツの千切りだけでもう美味しくいただけるっていう、簡単うまい。人気が高いのはシンプルな具材で楽しめる鍋です。例えばお肉と千切りキャベツだけ、たくさんの具材を入れなくてもその時に安いものを選んで鍋にすることができます。本格的な冬がスタートする季節、お得な鍋で節約してみてはいかがでしょうか。